本日6名の死刑を執行しました。裁判の確定順で名前を申し上げますと、旧姓岡崎、宮前和明、横山正人、橋本悟、旧姓林、小池康夫、豊田徹、広瀬健一の6名です。今回執行された死刑囚の再審請求中だったものはいたでしょうか。今回死刑が執行されたものによる再審請求中のものということでございますが、その事実の有無等につきましては、法務大臣である私からお答えすることにつきまして差し控えさせていただきたいと存じます。本日現在でありますが、法務省において把握をしております収容中の死刑判決確定者でございますが、110名でございます。うち再審請求中のものでございますが、88名でございます。死刑制度につきまして、この存廃をめぐり国際機関における議論の状況、また諸外国における動向等を参考にしつつも、基本的にはこの死刑制度につきましては各国それぞれの国におきまして、国民の感情、犯罪の情勢、刑事政策の在り方なども踏まえまして独自に決定すべき問題であるというふうに考えているところでございます。そして国民世論の多数が極めて悪質凶悪な犯罪につきましては死刑もやむを得ないと考えているということでございまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等を鑑みますと、その在籍が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しましては死刑を科することもやむを得ないということを考えておりまして、死刑を廃止するということについて現状におきまして適当ではないというふうに考えているところでございます。本日はやまゆり園の事件の異例の日とも言える日なんですけれども、今日を外すということを2日前に頭の中に浮かぶということはなかったのか教えてください。ただいま のご質問でございますが、個々の判断にかかる事柄ということでございますので、答弁につきましては差し控えさせていただきたいというふうに思います。